こんにちは、聖華女子高等学校吹奏楽部です。私たちは明るく楽しく元気よく今できる最高の演奏演技をモットーに日々練習に励んでいます。今日は聖華女子の地元美濃島で演奏の機会をいただき大変嬉しく思います。皆さんに楽しんでもらえるように精一杯頑張りますので最後まで応援よろしくお願いします。申し遅れましたが本日司会を務めさせていただきますクラリネット1年枝尾とバスクラリネット1年坂下です。よろしくお願いします。最初にお送りいたしました曲はチェリオマーチでした。続いてお送りいたします曲は聖華のお箱風になりたいです。この曲は聖華が代々受け継いできた曲でご存知の方も多いのではないでしょうか。美濃島秋の音楽会バージョンの掛け声や歌もあるので一緒に盛り上がりましょう。それでは風になりたいです。ありがとうございました。皆さん盛り上がってますか？まだまだ曲は続きます。もっともっと盛り上がっていきましょう。続いての曲はオールディーズメドレーです。この曲は50年代半ばから60年代にヒットしたアメリカのポピュラー音楽がメドレーとなっています。各楽器による演出やカラーガードによる様々なパフォーマンスをお楽しみください。
とうございました。突然ですが本日10月1日がお誕生日だという方はいらっしゃいますか？いらっしゃいました。では本日誕生日を迎えたのんちゃんとひでかずさんに私たちから演奏のプレゼントをさせていただきます。それではハッピーバースデートゥーユーです。改めましてのんちゃんとひでかずさんお誕生日おめでとうございます。
奏楽ではいろんな種類の楽器が使われています。先ほど前で演奏させていただいたのは木管楽器のフルート、サックス、クラリネット、金管楽器のトランペット、トロンボーンでした。ここで指揮者の草野先生により楽器紹介をさせていただきます。草野先生、よろしくお願いします。皆様こんにちは、副顧問の草野と申します。本日はお集まりいただきありがとうございます。私の方から、吹奏楽の楽器紹介をさせていただきたいと思います。吹奏楽の楽器はですね、大きく3つのグループに分けられます。木管楽器、金管楽器、打楽器という3つの中から、まずは木管楽器を紹介していきたいと思います。では、こちらの楽器、お名前分かる方いらっしゃいますか？お、はい、白服を着た女の子。お、フルート、そうです、正解。こちらフルートという、楽器です。そしてこちらですね、フルートの妹分みたいな楽器なんですけど、こちら名前分かる方いらっしゃいますか？あ、はい、どうぞ。そう、正解です。ピッコロと呼ばれる、ね、楽器になります。でですね、こちら銀でできているんですけど、木管楽器の仲間になります。そして、見た目はすごく小さくて可愛らしいんですけど、息をたっぷり使う楽器なので、あちらにある大きい楽器よりもですね、まあ後で紹介するんですけど、大きい楽器よりも息を使うとも言われています。はい、でですね、こちらのピッコロと呼ばれる楽器なんですけど、吹奏楽の中で、一番高い音が出る楽器になっています。なので、連符とかね、吹けてないとバレるんですよね。そうなんです。あとはもう音が高すぎてですね、ずっと吹いてるともう右耳が夜中まで耳鳴りがしてしまったりとかですね、ティッシュを詰めて練習する子もいるそうです。ではどういう音がするのかちょっと聞いてみましょう。お願いします。フルートとピッコロでした。では続いて木管楽器出てきてもらいましょう。こちらの楽器、クラリネットと呼ばれる楽器になります。こちらはですね、クラリネット壊しちゃったっていう曲とかでも有名になったものじゃないかと思います。で、吹奏楽の代表ともね呼ばれる楽器になっています。じゃあ、どんな音がするのか聞いてみましょう。お願いします。響きのする音だったかと思います。では続いてこちらの木管楽器、あ、ちょっと前には出てこれなそう。じゃあちょっと3人前に出てきてもらいましょう。
こちらのナスビのような形の楽器、サックスと呼ばれる楽器になります。でですね、ちょっと見ていただくと、3種類ね、大きさが小中大と3種類あるかと思います。皆様から見て左の楽器、こちらがアルトサックスと呼ばれる楽器になります。そしてこちら真ん中がテナーサックスと呼ばれる楽器で、こちらの大きな楽器、あ、ちょっと持ち上げるのはきついですね。こちらがバリトンサックスと呼ばれる楽器になります。じゃあですね、実際にどんな音がするのか、聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございました。ちょっと緊張感でしょうかね。ちょっとあまりうまくいかなかったですけど、あ、ちょっと待ってくださいね。ままでお願いします。今ですね、聞いていただいたように、すいません、ちょっとアクシデントが。すみません。聞いていただいたように、こちらのですね、小さい楽器の方が音が高くて、大きい楽器になるにつれて音が低くなるようになってます。ちなみにですね、この子たちの体重なんですけど、生徒じゃなくてですね、この楽器の体重なんですけれども、アルトサックス、こちらが 2.3 キロで、テナーサックスが 3.6 キロで、バリトンサックスが 6.5 キロもあるそうです。なのでもう常に 6.5 キロのバリトンサックスを持っている彼女の腕はムキムキになっていることと思います。はい、ありがとうございました。どうぞ。以上が木管楽器になりました。とてもね、美しく華やかな音だったと思います。で、この後も木管楽器の、音に注目して聴いていただければと思います。で、金管楽器と打楽器についてはまた後ほど説明させていただきます。それでは生徒に司会をバトンタッチしましょう。次にお送りする曲は昭和メドレーです。昭和にヒットした歌をたくさん集めたメドレーとなっております。知っている曲がありましたら口ずさみながらお聴きください。それではどうぞ。一羽の鴨が
昭和メドレーはいかがでしたか。次の曲は毎週日曜日18時から放送されているテレビ番組の曲です。皆さんもうお分かりですよね。ちびまる子ちゃんの踊るポンポコリンです。そこでまたまた突然なのですが、ぜひ指揮をやってみたいという子はいらっしゃいませんか。それではゆりのちゃんによる踊るポンポコリンです。どうぞ。ありがとうございました。とってもお上手な式でしたね。少し感想を聞いてみましょう。式をやってみてどうでしたか。楽しかった。よかったです。ゆりなちゃんに式棒とステッカーをプレゼントします。ゆりなちゃんに大きな拍手をお願いします。お送りするのは推しの子というアニメで大ヒットした YOASOBI のアイドルです。聖火のアイドルが踊ります。手拍子などをしてお楽しみください。それではここで金管楽器と打楽器の紹介をしたいと思います。草野先生にバトンタッチします。はい、再び草野です。では今からですね、金管楽器の
の紹介をさせていただきます。まずこちらの楽器、お名前分かる方いらっしゃいますか？お、早かった。お、そう、正解です。トランペットです。こちらですね、ラッパとも呼ばれていて、音量がとても出る楽器になっています。で、音の強さをですね、デシベルという単位で表すことができるんですけど、こちらのトランペット、113デシベルあるそうで、近くで聞く自動車のクラクションと同じくらいの、強さだそうです。ではね、そんな楽器どんな音がするのかちょっと聞いてみましょう。お願いします。音の高さを変える楽器になっています。じゃあどういう風な、ね、音が出るのかちょっと鳴らしてもらいましょう。なんだか面白い音が鳴りましたね。じゃあこれでどうやって、ね、曲を吹くのかちょっと一曲吹いてもらってもいいですか？はい、気をつけてくださいね。はい、ありがとうございました。それでは続いて、あ、はい、前にどうぞ。なんだかぐるぐると渦を巻いた、楽器ですね。こちらホルンと呼ばれる楽器になります。じゃあ、どんな、ね、音がするのか早速聞いてみましょう。お願いします。クイズ形式で答えてみてもらいたいと思います。こちらのぐるぐるとした部分ですね、伸ばすと、1番が1メートル、2番が2メートル、3番が4メートル、この中のどれかに、手を挙げてください。じゃあ1メートル、1番の1メートルだと思う方いらっしゃらないですね。ありがとうございます。じゃあ2番の2メートルだと思う方、ちなみに私が 1.6 メートルくらいです。お、ありがとうございます。じゃあ3番の4メートルだと思う方、おお、多くいらっしゃいますね。正解は3番の4メートルでした。こちら伸ばすと4メートルもあるんですね。だいたいここからどこぐらい
まででしょうかね。ちょっと伸ばしてみたいという欲望にも駆られてしまいますね。はい、こちらがホルンという楽器でした。ありがとうございます。さあ続いて、こちらですね、ユーフォニアムと呼ばれる楽器になっています。今アニメや映画で話題の響けユーフォニアムという作品のタイトルにもなっている、楽器です。ではどんな音がするか聞いてみましょう。という映画ですが、8月から上映されておりまして、なんとそちらに聖果女子高校吹奏楽部の卒業生もレコーディングに参加して出演しているんですね。なのでぜひ興味がある方は見に行ってみてください。はい、ユーフォニアムでした。ありがとうございます。では続いて金管楽器最後の楽器になりますね。こちら大きな楽器が出てきました。チューバと呼ばれる楽器になります。ただですね、普通のチューバは先ほどのユーフォニアムと同じような形をして、ね、いるんですけど、こちらは、外で吹いたりマーチングで使用するスーザフォンという、名前の楽器になります。チューバと違ってですね、このベルの部分が前を向いているので音が、ね、しっかり聞こえるようになっています。ではどんな音がするのか、聞いてみましょう。ありがとうございます。以上で金管楽器の紹介は終わります。とても華やかな、ね、音がしていただくと思いますが、この後も華やかな金管楽器にご注目ください。それでは最後にですね、打楽器を紹介したいと思うんですけど、ちょっとクラリネットの皆さん少しそうですね、やっていただいて、はい、ちょっと面台も履けましょうかね。こちら、ど真ん中に出てきた楽器とですね、あちら左側にご注目してお聞きください。どうぞ。ロックバンドなどでも使用されてて、皆さん、見たことある方も多いのではないかと思います。で、こちらですね、腕や足も使って全身で表現する、はい、楽器になってます。はい、ありがとうございます。あとですね、こちらで出てきていた、こちらの鍵盤楽器ですね、グロッケンと呼ばれるもので、小学校などでは鉄筋とかでね、使ってるかと思います。ではちょっと聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。こちらですね、マレットと呼ばれるバチをですね、何種類も種類がありまして、曲によって音を変えるために使い分けられています。はい、ありがとうございます。
そしてそのお隣の、こちらボンゴと呼ばれる楽器です。ありがとうございます。なんかこうサンバを思わせるような楽器でしたね。そして後ろに出てきていました、あ、クラベス、はい、クラベスという楽器です。なんだかあの日本の、音という感じですね。はい、ありがとうございます。はい、以上が、打楽器の紹介になります。打楽器はですね、すごく盛り上げてくれるムードメーカーだと思っております。でこの後もですね、曲を、しっかり盛り上げてくれると思いますので、ご注目してお聴きください。それでは、生徒の方に司会をバトンタッチします。草野先生ありがとうございました。次にお送りする曲はちびっこメドレーです。小さい子が知っていそうな曲がたくさん入っています。曲は聴きながら当ててみてください。歌ったり踊ったりできる曲もあるので、ぜひ一緒に楽しみましょう。それではちびっこメドレーです。
ありましたか？残りの曲もわずかとなってきました。続いての曲はジャンボリミッキーです。この曲は皆さんにも一緒に踊ってほしいと思います。部員にお手本を見せてもらうので真似してみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリズンズン。できればズンズンも一緒に言ってみてください。次は皆さんも一緒にやってみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリズンズン。まだまだ足りないです。もう一回やってみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリズンズン。ありがとうございます。その調子でお願いします。それではジャンボリミッキーです。と思いますが、曲の始めにヘイ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 という掛け声があります。皆さんにも参加してほしいので練習してみましょう。私が Are you ready? と聞いたら右手を上げてイエーイと大声で言ってください。いきます。 Are you ready? イエーイ。まだまだ足りないです。もう一回いきましょう。 Are you ready? イエーイ。ありがとうございます。次にヘイ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 って言ったら私たちの後に真似をしてみてください。いきます。ヘイ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 。まだまだいけるはずです。もう一度やってみましょう。ヘイ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 。この調子です。一緒に盛り上がりましょう。それでは学園天国ですどうぞと言いたいところですが、曲の終わりにアンコールをいただけると何か起こるかもしれません。
それではお楽しみください。本日はありがとうございました。やっていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。